皆さんこんばんは。今日は前回アイハーブで購入したもののレビューをしていきたいと思います。では早速一つ目から、まずはこのオーラルリンス、あのマウスウォッシュですね。これは2回目の購入なのですごい気に入っているものなんですが、やっぱりいいですね。すごい、あの夜は使っていないのですが、朝は起きた時に歯を磨くんではなくて、これでクチュクチュっとやって口の中の菌を出すような感じで使っています。これを一回やるとその日のうちは結構あの口の中が清潔にいられるということなので、朝これを使っています。一応なんか本当は1日2回という感じに書いてあるのですが、少なくなってしまうので私は1日1回朝起きた時に口に入れてクチュクチュクチュと約1分間ですね、口に入れてきれいにします。これは気に入ってます。おすすめです。次はオーラカシアのアロマオイル、オーガニックイランイランですね。開けにくいという口コミも多かったし、私自身も初めて買ったこのオイルの蓋が本当に開かなくて、手がすっごい痛くて、もう何回やってもカチャカチャカチャって空回りばっかりして、もうそれの蓋のせいでオーラカシアは買うのをやめようと思ったぐらいすっごく開けにくかったんですが、それが多分不良品だったのかな。他は全然そんなことなくて、こうやって簡単に開きます。イランイランは本当に私がアロマオイルの中で一番好きな香りなので、あーやっぱりいい匂いです。あのラベンダーとの相性がとてもいいので、寝る前に部屋に抱くのに使っているのですが、あとラベンダーとイランイランを混ぜて使ってます。値段もそんなに高くなく、いくらだったかな、そんなに高くないので、この小さい方のボトルでも結構容量がたっぷり入っているので気に入っています。次はこのヨギティのデトックスですね。ヨギティを買うのはこれで2つ目3つ目だったかな。他のものはすごい美味しかったんですが、これは全然減ってません。1回しか飲めなかった。あのすごく癖が強いですね。もう薬だと思って飲むという感じになっています。でもあのもしかしたらチャイとかが好きな方は好きなんじゃないかなって思います。すごいシナモンが強くて、であのもうこう抽出したというかティーバッグをこう入れた後、すごいお湯が透明感がなくってこう濁ったような感じになるんですが、もう香りもすごい独特で、味もおーってちょっと私は気持ち悪くなりました。で、牛乳が好きではないのでラテのようにして飲むことができないので、このまま飲むしかないのですが、あのスチームミルクなんかを入れてミルクティーみたいなデトックスラテというような感じにして飲むと、チャイティー
になったり、あとはトイレの回数が増えるとか書いてありました。美を保ちたい方に おすすめです。次はこのブルーベリーのリップドインダークチョコレートを購入しました。これは以前はいちごストロベリーを購入したのですが、コメント欄でブルーベリーも美味しいって教えていただいたので、今回初めてブルーベリーを購入しました。味はそこまで同時に食べ比べたわけではないので、そこまで違いがわからないというか、そんなに感じない、似たような感じです。で、ブルーベリーの方が一個一個の粒が小さいので量が多いです。あっちの方が一個の大きさが大きいので、一回の食べるボリュームは向こうの方が大きい。なんて言えばいいんだっけ、満足感、一粒の満足感はストロベリーの方があるんですが、こっちの方が量が多いのでお得感があります。で、ブルーベリーの方が柔らかいですね。ストロベリーは結構固めで噛み心地もある感じなんですが、こっちはすごい柔らかかったです。まあ、どっちも美味しいのですが、固めの方が好きなので、やっぱいちごの方が好きかな。でもブルーベリーも美味しいし、たくさん入っているので、これはこれでおすすめです。そして次がデンタルフロスのクランベリーフロス。クランベリーの味がなんか周りにちょっとついたデンタルフロスです。なんかこういうかわいいケースに入っていて、ビーガンで、でこれはここでポッと切って使う感じですね。
私には飲めないので、誰かチャイが好きという友達を探して